マノ・メネーゼスこと、ルイス・アントニオ・ベンケル・メネーゼスは、ブラジル・リオグランデドをする州出身のサッカー指導者。アマチュア選手としてプレーしたことはあるが、プロ選手としての経験はない。サッカー選手としてプレーする傍らで、大学で、体育学を学んだ。1990年代後半から2000年代前半は、ブラジルの小クラブで指揮を取った。二千五年四月、 カンピオナートブラジレーロセリエ B に所属していたグレミオの監督に就任した。セリエ B で優勝してセリエ昇格を果たすとともにレシフェで行われたナウチコ戦は首都として広く知られるようになった。2006年のリオグランデドする州選手権ではライバルの SC インテルナショナルを下し2001年以来初となる州正派を成し遂げた。 全国選手権では3位に位置し、コパリベルタドーレスの出場権を獲得した。2007年には、州選手権で2連覇を果たすとともに、コパリベルタドーレスで決勝に進出したが、ボカジュニアーズに敗れた。11月28日、後に指揮することとなる、コリンチャンス戦が、グレミオでの最終戦となり、コリンチャンスを、セリエ B に降格させる結果となった。 グレミオでは169試合を指揮し、89勝35分45敗で、勝率59.56%、最大勝ち点507のうち302ポイントを得るといった記録を残した。2007年末にコリンチャンスの監督に就任し、降格の危機から救った。2008年には25勝10分3敗の、好成績で、セリエ B 優勝を果たし、 全国選手権への昇格を決めた。2009年5月には、サンパウロ州選手権で、無敗優勝を果たした。7月1日、SC インテルナショナルを下してコパドブラジルのタイトルを獲得し、コパリベルタドーレスの出場権を獲得した。ブラジル代表監督要請を承諾した、翌日のグアラニ FC 戦で勝利し、クラブを首位に引き上げて公認に引き渡した。 短期間で監督が交代するブラジルでは珍しく、2年7ヶ月の長期政権を築き、最終戦後にはサポーターに拍手で送り出された。2010年7月24日、ドゥンガの公認として、ブラジル代表監督に就任することが発表された。ただし、彼が、ブラジルサッカー連盟の本命候補だったわけではなく、ルイス・フェリペス・コラーリやムリシラマーリョなどが、 就任要請を断ったために、メネーゼスに役割が回ってきたとされる。A 代表未経験の若手を10人も招集し、6歳以上も若返ったメンバーで臨んだ8月10日のアメリカとの親善試合に2-0で勝利して代表監督デビュー戦を飾った。3連覇のかかったコパアメリカ2011では、パラグアイに PK 戦の末敗れてベスト8に終わり、 三連覇はならなかった。U-23 ブラジル代表監督も兼任。ロンドンオリンピックでは、決勝でメキシコに敗れ、ブラジルサッカー初の金メダル獲得はならなかった。2012年11月23日、ブラジル代表監督を解任された。2013年6月14日、CR フラメンゴの監督に就任。ありがとうございます。